晴れてるかも。久しぶりじゃない？雨降ってない、雨降ってない広島、天気いいの久しぶりな気がする。おはよう。あ、体調ね、良くなった、ありがとね、ごめんね、心配かけちゃって。りゅうくんハートありがとう。おはよう。ちょっとだけ寝坊しちゃった、今日眠たい。あ、引っ越しました、ライキンかな、ありがとう。おはよう、なんさんハートありがとう。寝癖ここら辺についてる、いつもよりも、うん、いつも以上に前髪についちゃってる。おはよう、ネムミン。連休明けの月曜で雨でぐったり。確かに。最悪だ。確かに連休明けの月曜日雨めっちゃ最悪だね。頑張れないよ、せっかく乗り越えなきゃいけない月曜日なのに雨だなんてね。そっか、広島で降ってた雨が行ってるのかな、東京に、関東の方に流れてるのかな。こう最近広島の方もずっと雨だったから。かまちゃんすすらんありがとう。おはようね、平日は始まった感ある朝配信。確かに私もめっちゃ朝配信やってなかった、私曜日感覚ないなくなってる。なんかこのお仕事曜日感覚があんまりないから、朝配信やってなかったら多分曜日感覚なくなってた、なくなってる気がする。朝配信で月水金やってるから今曜日感覚がある。待っててる、お仕事頑張ってね、いってらっしゃい、いってらっしゃい。寝癖まで愛する。寝癖まで愛してください。おはよう、ね、お仕事いってらっしゃい。頑張ろう、連休明けね、一番しんどいよね多分今日、ゴールデンウィーク明けが。頑張りましょう、頑張ろう。おはよう、おはよう。かかっておいで青春、誰だった戦えない、後悔してももう遅いわ、
あなたのためには泣かない。おはよう。うん、外見、私も会いたい。来てや来てや、私も会いたい、めっちゃ。おはよう。来い来い、絶対に来て、会いたいよ。ありがとう。おはよう。餃子どんだけ食べたの？餃子ね、めっちゃ食べた。なんかチケット制で餃子、チケット制だったんよ。現金、現金、お店で現金で餃子買えなくって、キャッシュレスか、食券買うだったんですよね。おはよう。お仕事行ってらっしゃい。ねえ、そう、食券だったから入ってブースの一番初めら辺にあるんですよ、食券買う場所が。でその食券、どんぐらい食券買ったらいいか分かんなくってさ、何枚買うとかなんだけど、でセット売りがされてて、セット売りが食べ比べセットっていうのが1個あったんよ。それが5枚つづり、5枚セットで1個ファストパスがつくみたいな、そう、なんかディズニーみたいなんだけど、ファストパスって言って、混んでる列でそのファストパスを使ったら、もう列並ばなくても受け取れますよみたいなファストパスがあって、それとセットになってる食べ比べセットっていうのもあったんですよ、5枚ね。で何枚買ったらいいか分かんないし、5枚って食べれそうな気がして私なんかお得なんかなと思って食べ比べセットにしたの。そう、私とリオちゃんとノア、クークルで食べ比べセットにして、でノアピはねちょっと先に帰ったからっていうのもあって、3枚にしたのかな。うん、多かったですね5枚多かったしくったーってなったよ、本当に。もう3枚でよかった多かったんよ、それが。もう食べ比べセットの5枚がなかなかに、もう自分の胃のキャパ把握ができてませんでした。でもめっちゃ美味しかった、餃子は。本当に美味しかったです。おはよう。餃子にビール、さすがにね飲まんかったよ、ビールは。
餃子とビールフェスみたいな感じだったけど、うん、でも並んでた。そう、おはよう、お仕事行ってらっしゃい。そう、ファストパスシステムが、冬物さんレインボースターありがとう。はよ、そう、あのね、スノーピアね、昼公演、サンキちゃんのお披露目にね、サンキちゃんのお披露目に行くようにしてて、そう、それで先に早めに、そう、帰宅だった。サンキちゃん、自分も行きたかった、行けなかったんだよね、昨日はちょっと予定的に、その後自分も予定が、別の予定が昨日は入ってて、中途半端な時間で、昼も夜も会場には行けそうになかったから、配信で見てました。だけその時も3人で昼公演の、昼公演かな、昼公演餃子食べながら、餃子食べながら3人で配信でサンキちゃんの昼公演を見てた。700円、そう、1個、でも1個じゃないけんね、1個700円なんだけど、一お店で1餃子、1個餃子くださいって言ったら700、それが700円で、だいたい5個入ってたり、3個だったり、大きいのは3個だったりみたいな感じで、そう、さらに他の人のも食べたいそうだ、え、私ね、結構ね、結構昨日、そう、結構昨日ノアピーのももらったんよ。ノアピーなんか1個これ食べるって言って、1個餃子もらって、あ、いいよ食べよっかって言って、リアちゃんのあの2人の餃子食べてるわそう、もうパンパンよパンパンよ、昨日はお腹いっぱいになりました。おはよう。そう、3枚増えた小籠包増えた小籠包話。ヒゲジンしんちゃん先生さん、スズランありがとう。ねえ、楽しかった、餃子、餃子スペイベ一緒に餃子フェス、あ、関係者、そうなんよ、そう、それもあった、うん、それもあったんですよね、昼も夜もいっぱいで、その関係者のひげじしんちゃん先生さん、ハートありがとう。そう、ワンパック700円かな、おはよう。あとさ、めっちゃ面白かった話があって昨日めっちゃめっちゃ面白かったそう、昨日さ、なんかね、餃子フェスでステージがあったんですよ、ステージが、
ステージがなんかステージも解説されてて、あのなんかたまに出演者の演奏の出演者の方がこうそのステージに立ってこう演奏されたり歌ったりとか、たまになんかこうコーナー企画をアナウンサーの方が出てきたコーナー企画したりみたいな、ステージがそういうのができるステージがね開設されてて、で自分たちが座ってた場所はステージの真近くじゃなくってちょっとステージから奥こう遠くに奥に離れたところにね座ってたんですよ。でもステージの音とか声とかはめっちゃ聞こえるよぐらいの位置に座ってて、そしたらステージでアナウンサーの方が出てきて、なんかカープチケットの抽選会を始めますってなったんですね。カープチケットの抽選会が始まって、昨日餃子食べてたらで、それでなんか QR コードとか読み込んだりして、まあ、抽選会に参加の方はまあこちらの QR コードでみたいな感じでいろいろやってたんよ。でちょっと遠かったし、なんかアプリ入れたりしてちょっと抽選会までの道のりもちょっと大変そうだったから、自分たちは誰も参加せずにその抽選会やってる風景をポケーって遠くから見てたんですよね。そしたら、まあ、抽選終了ってなって、それではここから抽選した方を発表しますってなって、で別にあの抽選会参加してないんだけど、くるくると二人でこうやってなんかお祈りポーズして当たるかな当たるかなとかってやってたんですねガラ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 とか鳴り始めた瞬間に、そう当たるから当たるかなとかってやってたら、ガラ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 ポン、当選者はゆうかさんって言われたんですよそう、当選された方がまさかのゆうかさんでもうゆうかちゃんとえってなってゆうか違いふざけて自分とゆうかちゃんでこうやって当たるかな当たるかなってやってたから、もうそれが全部振りになって、もうそうめっちゃ面白くて、もういかんといかんとって引いてかんと当たったよゆうかちゃんってそう言いながら、もうめっちゃ面白かったんですよ。当選した持ってるよねくるくるねもう転げるかと思って笑いすぎて、そうまさかそんなことなるないでしょ、そんなことないですよそんなゆうかさんってあそこでゆうかさんって呼ばれるなんて誰も想像してなかったし、すごいよね面白すぎて、もうそうもう全部が当たるかな当たるかなっていうのがもう全部振りになって、面白かったもん、あれ本当に面白かった。持ってるよね、もう面白かった面白かったです。あれは動画ないよ動画ない、もう撮ってたら面白いけどね、撮ってたら面白いけど、さすがに撮ってなかったな。そんな面白い展開になると誰も予想してなかった。そこでゆうかさんって呼ばれること、ゆうかさんもう面白い。おはよう、お仕事行ってらっしゃい。カメラ撮っとけばよかったな。あ、いってらっしゃい。頑張ってね、今日一日。おきぼが当選したってオチなら完璧。確かに完璧すぎても怖い、それは。それはもうそんなお家だったら
もうなんか作家さんがいるんかってぐらい怖いです、それは。でも秋さんはフェスだったので、それはいや、めっちゃ面白いよね。あ、羽根付き小籠包というのは蒸しのではなく焼いた小籠包なんですか。そうそう、焼いてたね。うん、なんか、うん、焼いてた、焼かれてる小籠包だった。おはよう、お仕事行ってらっしゃい。 MC ね、確かに、わ、先出ししちゃった。お前にも言いたすぎて。ちょっと貯めてたらよかったかな、先出ししちゃった。これはね、ちょっとでも他のところでもちょっともう言いたすぎるぐらいめっちゃ面白かった。マネージャーさんとかにも話したいもん、面白かった話として。面白かったです、昨日もこれ。おはよう、もりもりさん、バラありがとう。ねえ、あ、今日寒い？雨降ってるからかな、どうなんだろう。でも東京の方、関東の方が。確かに羽根付き小籠包ってよく聞くとよくわからんね、羽根付き小籠包って。何気なく食べたけど、よく聞いたらよくわからん。小籠包羽根つかんもんね絶対。きこりさん、すずらんありがとう。ねえ、 MC 撮った感じが、いや本当に。ちょっと後悔。嘘、あんまり後悔はしてないけど、いやわかんないね、確かに。じゃあまた MC で喋り出した時はみんな聞いてないふりして聞いてください、もし私が言い始めたら。まあ、あ、そう、東京大阪広島、え、そうそうらしいね、私知らなくって、行くまで知らなくって、行く道中で教えてもらったの、みんなに。東京大阪でもやってるらしいよって言って、広島でしかやってないのかと思ってたけど、3県で。おはよう、でもさ、一個ね、昨日ね、うわ、予定入れ、予定ミスったと思ったのが、自分の予定管理ミスったと思ったのが、餃子フェス行った後に歯医者さん行ったんよ。そう、歯医者さんしくったと思った、すごく。でもどうにもできんくって、歯医者さん決まってて、餃子フェスもあったから、最後だったんですよ昨日が。あ、でもね、なんかね、治療とかではなかったんです、昨日行った歯医者さんが。治療の歯医者さんではなくって、だからギリギリいけるかな、ギリギリいけるかなと思ったけど、一回お家帰って、でもちゃんともう、あの、歯磨きして綺麗にしていったけど、でも本当にもうなんかもう心の中申し訳ありませんって気持ちでいきました。ちょっとね。餃子食べたらちょっとわかるもんね、餃子。そう、予定ミスったよ、
そう、普通逆だよね。うん、歯医者行って餃子だな、な、うん、が一番なんだけど。せいやさん、花束ありがとう。ちょっとミスりは予定でミスったけど、でも昨日が餃子最後だったし、せっかく4人でって立ってたから。いや、もうこれは餃子行って歯医者だってもう心に決めて行ったけど罪悪感すごくあった昨日歯医者行くまで。本当に申し訳ないと思いながら。歯磨きはめっちゃちゃんとした。恥ずかしいよ、もう汗が打ち合わせ祖母の噴水やし、大したけど祖母に噴水なかったって言う。え、そう、ないの祖母ってほんまに嘘言ってた、リオちゃん嘘え、申し訳あ、ジャケンか、ジャケン、リオちゃん噴水ってどこに、どこの噴水って言ってたんだ。あれ噴水ないっけ、めっちゃあるかと思ってた。ちょっと配信で言ってた申し訳ないそうなんだ、そうって噴水ないのか。そう、なんか高猫の日に、前日だったから高猫の日に集合場所お話したの高猫の日だったんですよ。そうで、高猫で集まってた時に話をしてて、あの祖母の噴水ところでいっかーって、噴水がめっちゃあると思ってた、なかったんだ、噴水で集まろうって言って、だからリオちゃんが噴水ってどこにあるって、どこのところって言ってて、ここだよって言いながら、なんかGoogleマップGoogle マップみたいなの拡大したりいろいろ、なんかあ、ここにこれがあるでしょって、これのまっすぐ行ったところでって感じで、そう、めっちゃ教えてたけど、あんまいちピンとこなかったのはそもそも噴水がないからなんだなんか合点そういうことか、噴水がないんだ。そうなんだ、祖母にそもそも噴水がないから、そういうことだったんだ。ボケてたじゃあ私が。あ、地下かな、え、何と勘違いしたんだろう。シャレオにあるっけ、地下、あ、行ってらっしゃい、お仕事。なんかと勘違いしたんかな。確かにくるくるとリオちゃんはどこだろうって言ってて、でもノアピはオッケーオッケーって言ってたノアピオッケーオッケーって言ってた。からもうあるもんかと思ってた勝手に。昼休みさん、バラありがとう。ノープと私には見える噴水があるのかな
あ、隣のパセールなら噴水もどきなら、あ、本当？あ、滝かな、水が落ちる滝のこと噴水だと思ったんかも。なんかあるよね、でもなんかあるよね、水、水らしきものがないっけ、ないか。で、安住が子供の頃かっこ昭和にはあったかもねひどい、ほんとにひどい平成、平成生まれですよ、私。平成生まれです。平成生まれ、平成育ち。平成育ちです。おはよう。噴水、噴水ないか。え、私は分かんなかったな。昨日雨だったから、雨だったからなんかもう噴水もあるもんだと思ってた。雨だったから全然行っても噴水がないことにも気づかなかった。水郷場所行っても、雨降ってたから。おはよう。平成一桁じゃない、二桁二桁です。平成ですよ、平成15年です。平成15年、眠たいね、月曜日眠たいよね。ねえ、台湾ね、楽しかった。私も見た目はレオマレひどいよみんな、うん、5歳だよ、見た目令和生まれだったら。まだ生まれて令和5年しか経ってないよ。おはよう。昼休みさん、ハートありがとう。噴水、噴水謎ですねハート持ってた、めっちゃ謎の噴水。心の中に噴水はあったということで、そごうに、心の中の底に噴水はある。おはよう、平成フィフティーンだよ。よいしょ。あなたの理想を知らない、あなたのためには泣かない、チュル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 。離れないこの曲めっちゃ好き。後悔してももう遅いの、あなたのためには泣かない。おはよう。ねえ、今週はそうだね、土曜のために、え、確かに今週乗り越えたら会えるから、私も福山楽しみに頑張る。でもゴールデンウィークがちょっと忙しかった分、今週は予定とかお仕事とかレッスンとかあるけど、めっちゃじゃないので休めるそう。もうちょっと頑張って明日から休めるそう。
明日が一日お休みなんです。じゃけんもう明日が待ち遠しい明日一日休み。朝バブ。え、この曲ね、ずっと歌ってる。もう頭が離れないの。アンチファン。いつか踊、なんかパやりたいな、ステージでやってみたい。アンチファン。やってみたい、いつか。おはよう。革命の女王ね、よかった、めっちゃかっこよかった。革命の女王、おはよう。ありがとう。確かに、ステータ金子同じ、高野子さんのファンの違いに、え、確かに、なんか結構高野子さんのファンの方、熱量高めな感じの方が多かったような印象があります。結構なんか、うん、そんな印象、ステージしてても。うわー、ジャンプジャンプみたいな感じの方が結構ね。でもすごいあったかかった、嬉しかったです。かなり謎するコメントをさらっとスルーしましたもうスルーするスルーしますおはよう。そう、りっちゃん、そう、エリサちゃん、りっちゃんと、そう、写真撮って、結構撮ってもらったメンバーさんと、そう、めっちゃ好き、めっちゃ好きでした。もう生で見た時に、そう、あの東山エリサさんのパフォーマンスがもう目引かれちゃって、めっちゃすごかった。もう かっこいいし、かわいいし、もう表情がね、くるくる変わるんですよ。すごい、なんかもう高田なでしこさんのステージ、めっちゃいい刺激をバチバチにめっちゃもらって、結構今高揚感にあふれてるそう、なんかだからいい刺激めっちゃバチバチにおーってもらって、自分の中で熱くなったから、あの日自分もパフォーマンスしてね、熱くなったから、なんかもう元気になりすぎちゃって、
元気になりすぎちゃったのと疲れでなんかヒートアップ、体がヒートアップしたんかなって思ったなんか全力全力全身全霊と、うん、自分の中で熱量、あの日はすごい使い切っちゃった感がめっちゃありました。終わった後今日涼しいんだ。まだ温度感わかんないな。ちょっと出てない。おはよう。そう。また対バンみたいなの。他のアイドルさんと対バンとかしたいな。大丈夫？大丈夫ですか？本当に？おはよう。ね、表情めっちゃ勉強になった。コロコロね、すごい。今今すごい、あのなんかなんか最近のなんかちょっとした悩みが自分自身へのね、なんか落としどころがついたというか、あ、なんか終着点が分かった悩みの自分の中で分かったっけ、分かってからなんか分かってからちょっと楽しいんですよね。それはね、ステージ系のなんかパフォーマンス系の悩みだったから、なんか自分の中でその悩みの終着点が分かった。なんか、その悩みになんか完全解決はできないけど、尽きないじゃん、悩み出したら終わりってないじゃん、例えばそれが解決するまで。でもなんかその悩みの、目指すべきところを自分の中で見出せた感じで、最近それからね、楽しいんです、すっごく。このゴールデンウィーク、このゴールデンウィークかな、めっちゃそう、ちょっと楽しくって、パフォーマンスするのがなんか、だからよりすっごい金子さんのステージ、めっちゃ、もうもうわーってもらいましたすごい楽しかった、すごかった、本当に。そう、覚醒あずみん、覚醒あずみん中ぐらいです。
はよう。よし、じゃあでもそろそろ配信終わろうかな。45分になっちゃう。よし、壇上読みます。13位、サクッと軽くて美味しいよさん、ありがとう。12位フォーエバーラブさん、ありがとう。11位ナポリンさん、ありがとう。10位タカさん、ありがとう。9位ナオズさん、ありがとう。8位昼休みさん、ありがとう。7位タクさん、ありがとう。6位カズカさん、ありがとう。5位とっちゃんぼやさん、ありがとう。4位三浦さん、ありがとう。3位ゆずきちさん、ありがとう。2位奈良西さん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバモリモリさん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとね。頑張ろうね、ゴールデンウィーク明け月曜日頑張っていきましょう。非全力で全力じゃなくてもいいと思うよ。うん、急に全力出してうわーって加速したら、自分を加速させたらね、後でどっと疲れちゃうし、ちょっとずつなんかギア上げていくというか今日はそんなに全力じゃなくて気分ゆったりで非全力でいきましょう。うん、ゴールデンウィーク明けの今日は非全力で頑張ろうね。自分のペース、自分のペースでいきましょうそう、ペダル漕ぎすぎないように。ではねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、いってらっしゃい、バイバーイ、またねー、バイバイ、また夜にね。